てカッチャンラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ皆さんこんにちは中美幸ですこんにちはかっちゃんです今回もよろしくお願いします 寒くなってきましたね。本当にもうね寒いのもいいですけど空気が乾燥しても最近かなうんです寒くなったら空気が乾燥してああ冬ないな冬ですでもね空気乾燥してねやっぱりこの時期ね気をつけなきゃいけない体調崩す方非常に多いしこの前ね1月3日。はい 住吉大社行ってきたんですけども例のあれですねだから友人の名城病院の内科医赤澤先生が3日間ライブしてたよねで友達やしで1日しかいないって言ったらね予定合わないかもしれないけど3日間あるから合わせられるから3日の日に行ってでまあライブ聞いてで ね、あのまあちょっと雑談してね、うん、あの別れたんですけどで3日間31日まで病院で仕事してよ、うん、3日間ライブして3日の3時にライブ終わって、はい、5時に名古屋の病院に帰ってね、はい、診察だったえ三3時まで <laughs> ライブ会場にいたんですよねで5時から診察名古屋でそう,そうもう飛んで帰ってた先生ゆっくりもう一息も疲れへんのちゃいます、うんそ,ううん、それでねね、うん、この時期、ね あの脱水症状で救急車で搬送されるケースが結構あるんだって、うん、脱水症状でそうえそんなん真夏のことじゃないんですか <laughs> もう普通はねね<え>、うん、だから冬に,に脱水症状を起こすって言ったら、うん、洗濯機の脱水機にずっと入ってるとか <laughs> どんだけいじめられてるんですかいやまあご、ね、年配の方でね、はい、結構ねあの夜中おしっこするのが嫌だっていうことでそれでね水分、まあ夏ほどやっぱり摂取しないし うん、だから例えば寝てる間に 300cc から 600cc、うん、もっと汗かく人もいるんですけど、うん、それだけの水分が出ちゃうわけですよ。うんね、で水分摂取が少なくてで特に寒かったらね、うん、うん例えばそ,のそういうのに寝てるとどん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 こう汗かくわけですよ。 ああそううやわ、もう年季毛布なだからだか意識がおかしくなって、うん、救急車呼ばれて結局、まあ、診察したら脱水症状っていうケースがあるんですよね、はあ、それでもなんか防ぐの難しそうですねなんか夜中にトイレに起きんのも嫌だしうんいや、だからね、まあまあ、症状ね順番にこう肌がカサカサ肌がカサカサしてくるそれから口がネバネバあ口の中ね、はい、うんネバネバでで体がだるいはあ でフラフラこの四段階あるんだってなんかすごい二日酔いの症状とそうう一一緒緒だからねまあかさねばだるフラかさねばだるフラって言うんだけどで要するにかさかさしてねばねばしてきて体がだるくなってきたらねすぐ水分摂取してくださいとこの三つでまず水分摂取で水分摂取しても治らなかったらすぐねあの診察どっか受けてくださいってで 肌がカサカサして口がネバネバして体がだるくなってふらふらしてきたら、うん、もうすぐ救急車呼んでくださいってあもうそんなやばい状況ですかそこまでいくと、うん、だから結構冬多いんですって65歳以上の方ではあ いやうちの母も65になったから気ぃつけてあげなあかんわ。うんね、早めにご飯食べて、うん、であったかい水分飲んで就寝前 1>,、はい、まあ1時間2時間ぐらいからもう水分摂取やめてねで寝るようにするとか一回トイレ行ったからねお休みになるとか、うん、もうそれがもう全然水分食後取らない人結構いるらしいよね。そんな どう考えてもトイレ一回起きる方がまだマシやしね。そんな急病になるより。でね、まあ怖いのは要するに脱水症状を起こしたら、ね、血液がねばねばドロドロになるわけよね。そうですよね。そうしらね、濃縮されて血栓起こしやすいのよ。ああ、じゃあ本当大病につながりますよね。だから寝てる間にね、なんかね、心筋梗塞を起こしたりとか、脳梗塞ってあるあるでしょ。ううん。まあそういうことも一つの要因かもしれませんよね。 じゃあま食事をさっきおっしゃったみたいにね早めにしてその時にとっておくと。それからねあのまあ冬ねこう倒れる人ってねやっぱりね肥満肥満高脂血症糖尿病高血圧これのどれか持ってる人ってねやっぱりこう体調崩しやすいんですよ。どれれか持っっててる人言わたら かなりの人数がいますけどね、どれ、ね、か持っていると。要するに健康の人と比較したら、倒れて病院搬送さ,、まあ、されるケース、ね、はあ、だいたい六、うん、倍ぐらい<倍>、うん、増えるんだって、この一つがあるっても、うん。このどれか一つ当てはまれば。そうそう。でね、四つある人は三十五倍だった。うん 倍ですって皆さんだから要するに肥満高脂血症糖尿病高血圧のある人ちょっと食習慣を変えて一つずつ改善することをやっぱりしていかないとこのままこれぐらいなら大丈夫危機感のない人いつか倒れますよ。本当カウントダウン始まってますよねそんな状態だったらいや。 だから何年前かのラジオ番組でね,ね「これぐらいなら大丈夫、うん、危機感のない人早く死ぬ」って言,う、うん、言っちゃったねよ、はい、そしたら「ドキッとしました」って歯がきいっぱいきましたねいやーだって意外とこれ4つとも持ってる人って少なくないことないですよね <laughs> そう,そう,そう,うん <laughs>、うん、ね、うん、やっぱり自分で危機感持ってね、うん、やっぱり一歩踏み出さないとだめですよねちょっと我慢する。 ちょっと食生活をだ、うん、からなるべくね冬は暖かい和食をまあ召し上がる、うん、それからやっぱり酸っぱいもの、ね、発酵食品しっかり食べること、はいね、あの納豆で美味しい納豆があるんですけどね、まあ、次回またねご案内しましょうかね。<laughs> とと美味しい、はい、アマデーシ品さんの納豆紹介しますから楽しみにしといてくださいね。<laughs> <laughs> はい。ということでですね、ラジオの方でもこういった元気になるお話をたくさんさせていただいております。毎週水曜日夕方5時45分からラジオ大阪1314にダイヤルを合わせてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。